アブディア・ブルシャイエビッチは、ユーゴスラビア・テシャニ出身のプロサッカー選手。元、サッカーボスニア・ヘルツェゴビナ代表。ウムラニエスポル所属。ポジションは DF。地元クラブで、プロデビュー。以来、国内のクラブを渡り歩いた。2007年に、初の国外挑戦となるチェコの AC スパルタプラハに、移籍したが、出場機会はなくレンタルを経て、 スロバキアの1、FC タトランプレショフに放出された。2011年、フルスの NK、チェリク・ゼニツァに移籍し母国復帰。ゼニツァ退団後、フリーで、クロアチアのハイドク・スプリトに加入、3年契約を結んだ。2015年6月、双方合意の上で契約を解除した。2015年7月18日、スユペル・リグに昇格した。 オスマンルスポル FK に加入。2018年、アクヒサルベレディエスポルに移籍した。ユース年代からボスニア・ヘルゼゴビナ代表に選ばれている。2012年、スロバキアとの親善試合でフル代表デビュー。2014FIFA ワールドカップでは、ワールドカップデビュー戦となったイラン戦で代表初ゴールを挙げた。ありがとうございます。